はい、あと一つが小池さんの政治塾で、まあ、橋本さんの講師を招くことを検討されてたと思うんですが、まあ、橋本さんがツイッターでいろいろトラブルというんでしょうか、いろいろ書き込まれてて、まあ、断るということになったようですが、まあ、受け止めというのもあれなんですが、お話を少しお伺いればと思います。まあ、まだ事務方から聞く前にすでにツイッターはつぶやいておられたようでございますけれども、その辺のところは任せておりますので、どうなったのか確認したいと思います。まあ、橋本さんをお招きするというのはもうひとえに、ね、大阪でさまざまな改革に取り組んでこられたという実績がありますので、ぶっちゃけた話その辺どうなのというようなことをですね、伺いたいというふうに思ったわけでございます。まあ、この後どうなっているのか確認をしたいと思っております。ありがとうございました。それでは各社お願いします。